皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の武田でございます。初心者のためのコード理論講座ということで、ギターを始めて間もない方に向けて、簡単なコードの理論っぽい話をしてみようかなと思います。アコギ、エレキ問わずにギターを始めて、コードを覚え始めると、やっぱりこうコードの数の多さに圧倒されて、うわぁ、こんなに覚えなければいけないのか、どうしたらいいんだい、ボーイってなったりするときもあるかとは思うんですけれども、そんな方に向けて、なんかこういいヒントになればなと思って、その話をさせていただこうかなと思います。よかったら参考にしてみてくださいませ。とりあえず、初心者の方からよくいただく質問として、コードの数っていくつあるんですかっていうのがあるんですよ。コードの数っていくつあるんですか？もうそれぞれのコードでもバーバーと並べて、一つ一つ数えていたときに、すべてでトータル、さあ、いくつになるでしょうということ。そのことを考えたことありますかね。一つ一つこう数えていったら、10とか20ではないことは確かだ。100、200、1000とか1万とかになるんだろうか。ふむ、わからんってなったりするかと思うんですが、先に答えを言ってしまうと、コードネームの組み合わせっていうのは、すごい自由度が高いものなので、やろうと思えば、無限にコードネームを作ることができます。でも、かといってそんなね、もう何万もそのコードがいろいろあって、それぞれを全て覚えているのかっていうと、全くそんなことはなくて、ごく一部です。仮にその全部のコードがこのぐらいだとします。無限って言っときながら、丸書いたら有限じゃないかって話ですけども、そういう細かいツッコミはなしとしまして。僕でも日常的に使っているコードといったら、多分、日常的に使っているコードといっても、多分多めに見積もっても、多分100個もないんじゃないかなっていう感じなんですよ。100個もないですね。で、とりわけ初心者の方が覚えなければいけないコードってなると、もっと数は少なくなっていって、30とかそのぐらい、いっても40とかそのぐらい、そのくらい覚えてしまえば、日常的に困ることはまずないと思います。30、40。です。でも、とはいっても30、40もコードがたくさんあるのかと、それらを全て覚えなければいけないのかと、ちょっとそれはそれでまた億劫になるかもしれないんですけれども、またちょっとこの覚え方にコツがあるんですよ。30、40のコードをガガッと一気に覚えるようなコツが。で、そのコツを一回掴んでしまえば、もう100とか200とか全然余裕で広げられますし、法則があるというだけの話なので、その法則について、ちょっとお話をさせていただこうかなと思います。ちょっからこの動画の中で具体的にどれどれとどれどれとどれどれっていうコードが覚えられるよとは言わないんですけれども、コードの覚え方のコツというお話をさせていただきますので、参考にしてみてくださいませ。とりあえず最初に、基本のコードですね。こういう普通のオープンコードに関しては、これはもう申し訳ないですけど、丸覚えをしてください。いろんな曲を弾いてたりとか、いろんなコードブックを見たりとかすると、この辺のコードはすぐに出てくるので、なんだかんだで最初に覚えることになるかと思います。申し訳ないんですが、この辺はもう頑張って気合い入れて覚える範疇でございます。ちょっといろんな形が出てきて、なんじゃこらーってなるかもしれないですけれども、ここはもう頑張りどころでございます。7個ですからね、たった7個のコードですよ。このぐらいは気合いで覚えていきましょう。で、それを覚えた後に、どう応用して覚えていったらいいのかという話なんですが、関連性を持たせて覚えるということです。例えば、A コードということがございます。A コード。どんな感じで押さえるか皆さんご存知でしょうか。一応確認のため、ダイアグラムを書いてみますと、こんな感じのコードでございます。2弦、3弦、4弦の2フレットをそれぞれまとめて押さえるようなコードです。ちょっくら押さえてみると、こんな感じ。できれば人差し指を使わずに、小指、薬指、中指の3本で、2、3、4弦を押さえて、6弦は弾かないので、5弦から、バババンと鳴らしていくようなコードでございます。これが A。で、やったー、万歳、A コード覚えられたぜ、それでいろんな曲にチャレンジしていくぜ、ってこう、またいろんな曲を弾いていくうちに、A ホニャララってコードが出てくるじゃないですか。A マイナーとか、A7 とか、A サス4とか、A アドナイとか、なんかいろんな名前出てきますよね。その時にさあ、どうしたらいいかっていうと、
A コードと関連性を持たせたまま覚えていくんです。例えば、ホニャララマイナー、この場合だったら A マイナーということですね。小文字の M はマイナーと呼びますので、A マイナー、AM とかだったら A マイナーと呼びます。ご存知の方はすでにわかるかもしれないんですけれども、A と A マイナーってすげえ似てるんですよ。答えとしてはここです。この2弦の音をぷぷっと変えてあげると、マイナーという名前に変化します。ちょっくら押さえてみますと、ああ、落ちた。ちょっくら押さえてみますと、こんな感じのフォームですね。A コードはこれ。そして A マイナーに関しては2弦の音をぷぷっと下げてあげて、A マイナーにすると。音を聴き比べても。こう悲しい感じが出てくるのがわかるかと思うんですけれども。なるほどねと。A マイナーは A メジャーとすごい似ている。なぜならば2弦の音をプルッと変えればマイナーと名前がつくからだ。そんな感じで覚えていただきたいんですよ。A マイナーと A コードと A マイナーは別々のコードとして覚えるんじゃなくて、関連性を持たせたままを押さえる、覚える。ちょっとずらせばマイナーと名前がつく。そんな感じでございます。他にもちょっくらやってみますと、A セブンスとか。押さえたことありますでしょうか。A セブンス。A セブンスはここです。3弦の音を開放にしてあげると、セブンスという名前がつきます。押さえ方としてはこんな感じ。3弦の音をプルッと外して開放にすると、セブンスという名前がつきます。でも、この指使いだとちょっと押さえにくいので、小指と薬指をこの交換をしてあげて、押さえると、やりやすいかなと。こんな感じのフォームになります。なるほどね。A マイナーも2弦をプルッとすればいいだけのコードだったけれども、A セブンスに関しても3弦をプルッとすればいいコードなのね、みたいな感じで覚えていただきたいんです。で、またこれがさらにいろんな曲をチャレンジしていく中で、A マイナーセブンスというコードが出てきましたと。そんなときにこの覚え方がすごく役に立つんですよ。Am7 というのは、ちょっくらわかりにくいんですが、この要素とこの要素をミックスしたものと考えることができます。どういうことか、ちょっとゆっくりやってみましょうか。これが A コードですよね。元の A コードです。で、マイナーという要素を持たせるためには、2弦の音を1フレットこっちに持ってこなければいけないというような法則がありました。で、もう一つ。この A7 に関しては、3弦の音をこっちに持ってくるという要素がありました。じゃあ、それぞれマイナーもセブンスも要素をガッと組み合わせたなら、さあ、どんなフォームになるのか。ちょっとなぞなぞっぽいですけども、わかりますでしょうか。正解は、両方です。単純に両方ミックスするんです。マイナーの要素も付け足して、セブンスの要素も付け足して、そうすると Am7 というコードネームに発展をするわけなんです。この関係性がすごく大事です。それぞれのコードネームを独立して、別々として覚えるんじゃなくて、常にこの関係性を持たせて、ここをこうすればこの名前がつき、ここをこうすればこの名前がつくというふうな感じで覚えていきたいんです。同じような要素として、ホニャララメジャーセブンス。コードネームの場合、大文字の M はメジャーと読むので、この場合だったら A メジャーセブンス。他にも、なんとか、アドナインとか、他にも、ホニャララ、サスフォーとか、いろんな名前があるんですけれども、結局同じような感じです。どこどこの音をちょっとずらして、なんとかって名前をつけたりとか、組み合わせがある場合だったら、これとこれをチュチュチュッとやったりとかすると、この名前になるみたいな感じで、コードネームというのは変わっていきます。これは今、A コードをフィーチャーしましたけれども、他のコードの場合も同じような感じです。ちょっと、E コードを少しやってみましょうか。E コード。E。皆さん、押さえ方ご存知でしょうか。E コード。3箇所押さえるところがありますね。こんな感じです。で、こっち側がこんな感じで、鳴らさない弦というのがないので、3箇所押さえたら、全部の弦をバーンと鳴らしていくようなコードです。ではでは、E コードは覚えられました。やったー。で、他の曲にチャレンジをしているときに、
Em という名前のコードが出てきました。Em 知らないぞと。どんな感じで押さえればいいんだろうか。まあ、最初はコードブックをチェックしたりとかして、どんな感じで押さえるのかをまずチェックするんですが、なんとなく Em の押さえ方を覚えたら、E コードと Em は何が違うかというのを考えるわけです。そうすると、ここ、3弦の音をプロッと変えるとマイナーという名前がつくということがわかるはずです。これが E。この音がこっち側に来ると Em。こんな感じです。ザザザザッとやってみますと、E7th とかも同じです。E7th はここの音をこうすると7th の名前がつきます。で、同じように、ホニャララマイナーセブンスという名前が出てきたら、マイナーとセブンスを組み合わせて、マイナーセブンスの組み合わせ。こんな感じになります。なんとなくイメージはつかめましたでしょうか。大体のコードに関して、こういう法則性みたいなのがありますので、いろんなコードネームが出てきたら、ちょっとまあね、また覚えなきゃいけないのかよなんてなるかもしれないんですけれども、そこをなんとか関係性を持たせたまま覚えていただいて、いろんな曲を頑張って練習していただくと、いろんなコードが覚えやすく、そして忘れにくくなるかなと思います。そんな感じです。どうでしたでしょうか。ちょっと参考になりましたでしょうか。こんな感じで関係性を持ったまま、関係性、関連性を意識して、コードでも覚えてみてくださいませ。それでは次の動画でもうちょっとこの入り組んだコードの話もしてみようかなと思いますので、よかったらそちらも参考にしてみてくださいませ。それでは、ちょっくら、ややこしいところもあったかもしれませんが、頑張って習得をしてみてくださいませ。それでは、違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。